はい、どうも、トーカです。今回はこちら。今回のラインナップはこちらです。BBM 千葉ロッテマリーズベースボールカード2023。こちらを5パック。トップスの NPP を2023。こちらを5パック。そして、エポックの NPP プロ野球カードを5パック。5パックの計10パック。で、合計20パックの開封をしたいと思います。はい。じゃあ、サクサクやっていきましょう。一番確率の低いロッテからいきましょうかね。さあ。ロッテ最近ちょっと調子を落としておりますね。200セーブおめでとうございます。前回見てるの気がするな。ソフトバンクが、まあ、やはり下馬評通りね、連勝して、まあ、あの戦力ですからね。まあ、今年のロッテは、2位あたりに3位あたりを狙えばいいかなって感じですか。とりあえず、サインカードとか望まないんで、シリアルカードでも出てくれば嬉しいですけどね。なんもないか。はい、通常のインサートですね。これは荻野選手。荻野選手まだ復帰できないですよね。はい、以上、なんもありませんでした。はい、続いてはじゃあこちらいきますか。トップス NPB。結構もう、売り切れてるってことがありますよね。はい、まだシリアル引いてねえの、そういえば。せめてシリアルを引きたいな。これは？これなんだ？別になんもない、普通のインサートか。なんか変な、っていうか、一瞬何かなと思って、なんだろうな。シルアとか入ってないですね。よくわからん。謎が多いんだよな、トップスのカード。いまいちわかんねえんだよな。200セーブおめでとうございます。セーブはどう、大変ですね、今セーブが。何？20パックもやって1枚もシリアルじゃないなんてことも普通にあるよな。よく考えてみると。うん、別にな。これ普通のインサートなんですかね。はい、ああびっくりした。なんかすげえカードなのかと思ったそんなことはなかった。
PR ですね、これは。多分。ライデル・マーチェン選手の50式です。はい。資料予約できて、来てくれました。はい。ラスト5パック目。新庄監督。日ハムがちょっと最近いい感じですよね。いい感じってのもあれなんだけど。お、選手会長、200セーブおめでとうございます。しつこいけどね。はい。はい。というわけで、ようやく1枚シーア出てくれましたね。トップス NPB。ようやく、ここに来て。はい。これ一箱何枚シーア入ってんだろうな。全然そういうことも知らない。じゃあ行きましょう。目玉はこれです。狙いはもちろん、大谷翔平選手のサインです。まだ多分、何枚だっけ ?10 枚 ?11 枚まだ全部出てないはずなんだよな。ツイッターとかちょくちょくチェックしますけど、誰もまだサイン引いたって報告がないんでね。まあ引いたからって報告する義務はないんですけど、俺だったら我慢できなくて絶対もう SSS ツイッターとかであげるな。なんだ、違う、なんか言おうとしたけど忘れた。はい。そういえば、これもシリアルまだ1枚も引いてないですよね。なんだかんだで。結構開けてるんですけど。せめてシリアルが引きたいなぁ。つうか、光モンスター出てねえな。お、びっくりするわ。はい、山崎康明選手の通常の光モンですけど、ノンシリアルですね。はい。はい。では行きましょう。ラスト5パック。この人、今どうしてんの？はい。平井選手の通常のノンシリアルですね。本当はメジャーリーグのカード欲しいんですけどね。もうどこにも売ってないんですよ。俺は別に、大谷選手のレギュラーカードが欲しいだけなんですけどね。全然買えない。鵜飼選手。移籍したんだっけ？違ったっけ？
トレードありましたよね。確かに日ハムと中日で2対2の。違いすんしだっかな、まあ、中日は頻繁にトレードしてますね。なんか知んないけど。はい、森友哉選手、バファローズですね。はい、はい、ラスト。シリアルスじゃ出ない。はい、以上です。まあ、こんなもんっすよ。こんなもん、こんなもん。はい、今回は以上ですね。こんだけやって、シリアルは1枚ですね。はい。ライデル・マルチネス選手の、中日の守護神ですね。50シリが出ましたと。はい。とりあえず、トップス NPP は、もう、次回あたりはそうですね、ミントさんのお楽しみ袋っていうのがあるんで、あれをちょっとトライしてみようかなと思います。エポックの MPB に関してはね、大谷翔平チャレンジができる限りは、開けていこうと思ってますよ。はい。やっぱりね、もう、バラパッカー引くっていうのがね、あれが一番楽しみ。バラパッカー引けたら最高じゃないですか、大谷選手のサインをね。はい。それちょっと買ってこようかなと思ってます。来週かどうかちょっとお約束はできませんが、はい、また買ってきて開封したいと思いますよ。はい。今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。では。